り元気だな。もうあんな遠くまで走ってっちゃった。ねえみんな、今日は練習に来てくれてありがとう。はぐみ、すっごく楽しかった。みんなはどうだった？そうね、とっても楽しかったわ。あっという間に練習が終わっちゃったもの。不思議だね。素敵な時間はいつだって一瞬だ。一生懸命やってる時って楽しくてすぐ時間が経つよね。まあいろいろと不安はあるけど、せめてもうちょっと練習できればな。いいわね。私ももっとソフトボールがやりたいわ。はぐみもはぐみも、みんな楽しいって言ってくれてまたやりたくなっちゃったよ。え、いやいや、できればって話だよ。グラウンドが使える時間もう過ぎちゃってるし。そうなの？なら私いいところを知ってるわ。そこで練習をやりましょう。え、そんなところこの辺りにあったっけ？ソフトボール専用のバッティングセンター。まさかここにお世話になる日が来るとは。やっぱりカオルさん普通に上手な気がする。どうだい美咲、どちらのスイングが儚いだろう。あー、ごめん、私にはどっちも同じに見えたんだけど。それぞれのスイングで違う景色を思い浮かべてみたんだ。一度は真っ赤な夕焼け、二度目はきらめく星空さ。それって見た目じゃわかんなくない？そもそも儚いスイングがわかんないんだけど。儚いスイングとはつまり、打つものも見るものも儚くさせるような、そんなスイングだね。カオルさんも瞑想中と。美咲の調子はどうだい？私でよければ力になるよ。やっぱりバッティングが苦手かな。おや、前にはぐみからここで美咲が打った話を聞いたんだが。ね、そんなこと。でもあれはまぐれだよ。普通に未経験者だし簡単には打てないって。いや、まぐれとはいえ一度は打ったんだ。きっと素質はあるに違いないさ。どうだい、次は美咲のスイングを私に見せてもらえないかな。いいけど、本当に初心者って感じだよ。だが外から見ることで分かる儚さもあるかもしれない。さ、バットを構えてごらん。こう？ああ、いいね。そのまま何度か振ってみてもらえるかい？うん。それ、とりゃ。ああ。え、何？どうしたの？いや、すまない。少しめまいがしただけさ。懸命にバットを振る、美咲の儚さにね。ああ、そうなんだ。このボールさんはまっすぐ飛ぶより上がる方が好きなのよ。だね、はぐみ、これって絶対魔球だと思う。魔球？ボールさん、あなた魔球さんって名前なの？それはちょっと違うような。そうみたいね。お返事がないもの。きっと名前は魔球さんじゃないのよ。してくれないのかしら。ココロちゃんはボールさんとおしゃべりがしたいの？そうよ、おしゃべりして仲良くなりたいの。ボールさんと仲良くなれたらソフトボールだってもっと楽しくなるわ。曲がるボールさんもすっごく素敵よ。でもそうじゃないボールさんもきっとすっごく素敵だもの。教えてくれたりして。そうだったら私もすっごく助かるな。それならカノンも
ボールさんは疲れて寝ているのかしら。